トリプレイということですね。今日はコラボ企画ということで、プロの選手とコラボ企画ということで、はい、今日はですね、シードテニスクラブ様にお世話になっています。今日もお願いします。はい、お願いします。はい、で、今日コラボしていただくプロの選手なんですけど、全日本選手権のダブルスで、最近のダブルスで優勝している選手なんです。おお。で、プラス、まあ、世界の大会ってレベルが3つあるんですよ、うん。まあ、その皆さんがテレビで見るような ATP とチャレンジャーで、フューチャーズってあるんですけど、そのチャレンジャーのレベルで、フューチャーズの上のチャレンジャーのレベルでもダブルス優勝した選手なんですよ。おー。でもダブルスのスペシャリストのスペシャリストですよ。はい、日本のトップ中のトップということで。すごいね。はい、でシングルスも何大会か、まあ、参戦していて、あんまりダブルスほどこう出てはないのに、ランキングも800位とかあって、最近はチャレンジャーでも勝ったということで、シングルスもすごい強い選手なんです。はい、はい、なので今日はその選手をお呼びしたいと思います。はい、今日お願いします。お願いします。はい、渡辺聖太プロです。はい、はい、ちょっと今5年生っておいくつでしたっけ？23で、今年24になります。24歳です。で、今所属が橋本創業。はい、創業ホールディングス所属の渡辺です。はい、今日はお願いします。はい、なんか聖太君と、そのもともと一回自分がノアの、神戸ですよね、はい、のノアに一回そのお世話になってる時に、聖太君と市川大成君がいて、一回練習、何度か練習してもらったことあるんですけど、うん、その時はあんまり喋ったことがなくて、そう、あれが初対面ぐらいで、あんま共通がなくて、で、小倉康介プロいるじゃないですか、小倉チャンネル、うん、はい、のチャンネルで、そのどの YouTuber が好きかみたいな、あ、ランキングをつけてる動画があって、はい、それをせいだくんが僕のこと2位で言ってくれてそこで結構ありがとうございますみたいな感じでちょっと、はい、つなげて、はい、つながったっていう、はい、で、今度はコラボしてくださいっていうことで、今回ちょコラボしていただくことになりました。おお。成績もすごくないですか？あのノアの神戸の時と、初めてお会いした時と比べて。そうですね、まあ、ダブルスメインになって、はい、まあ、ちょっとずつダブルスになって、いや、すごい、だダブルス全日本優勝して、はい、あ、タチセイ君と組んでましたね、市川君。その時はそうです、ノアの市川大輔組んで、まあ、たまたまさっきからずっとたまたまとか、運ですよって言うんですけど運で全日本優勝できるわけないじゃないですか。そうだね。はい、相当すごいですよ。はい、で、チャレンジャーは柚木武。そうですね、プロと今年2月ぐらい、はい、ラーはずっと柚木選手組んで、はい、まあ、おんぶに抱っこでランキングが上がってるみたいな。いやけど、俺ちょっと気になってたのが、ダブルスのあのペアってどうやって決めるんですか？なんか僕のイメージだと、ずっと例えば柚木君と組んでたら、もう俺ら仲間だぜみたいな感じで、もう一緒にグランドスラム行こうぜみたいな。けど結構変わるじゃないですか、みんなペア。確かに。あれどういう風にやってるんですか？決まってないですか？固定のやっぱ上杉選手、松井選手とかが多分決まってて、はいはいはい、僕と柚木選手も、まあ、ある程度こう一緒に、はい、まあ、ほぼランキングが一緒なんで、はい、組もうみたいな、まあ、次どこ行くみたいなのありますけど、はい、固定じゃない選手はもう本当に、例えば同じ大会で対戦して、はい、この選手いいなと思ったら、はい、ちょっと次出ないみたいなのもありますし、まあ、特にシングルスでやってる人とかはシングルスのリスト見て、はい、僕とかまだ若い時はひたすら上の選手に声かけまくって、はい、あー、そういうことか。インスタとか、はい、ラフな感じで。あ、そうなんですね。ダブルスもやみたいな感じで組んでもらったりとかもあります。へー。これからはでも柚木選手と、最近でもずっと組んでるじゃないですか。ずっと柚木選手と行こうみたいなのはあるんですか？まあ、でも今のランク、2人のランキングだとやっぱ出れる出れない大会とかが結構出てくるんで、はい、その時は出れなかったらお互いもっとちょっとランキング高い選手組んで出ようとか、はい、それはなんか本当に臨機応変に、お互いそれはなんか縛りとかは特になく、なるほどなるほど、お互い高いレベルに行けるようにやってると。おー、いいっすね。全日本のダブルスはどうするんですか？あれをどうやって決めるんですか？全日本のダブルスって正直多分リスト見て決めるような感じじゃないじゃないですか。元々もう多分連絡取り合うじゃないですか。まあ仲良し仲良しな人に行くみたいな、まあ、楽しくやれる人に声かけるか、はい、まあ、でも僕友達もいないんで誘ってもらえないから自分からお願いしますまあ今年はまだ出るかも決まってないですし。あ、そっか。でも全日本優勝したんで、あれっすよね。まあ、フェアも、はいはい、全然、もう、誘っ
ってくださいっていう感じなんですけど。そういう感じなんですか。はい、で今シングルスはちょっと、まあ、ダブルスメインにやってますよ。はい、まあでも日本にいるときはほとんど練習は1対1でシングルスの練習して、はいはい、やっぱこう高いレベルのグランドスラム出てる選手とかテニスをしたいっていう、はいはい、そういうレベルの人とかがあって、はい、たまに予選出れたら、はい、死ぬ気で頑張る。でもこの前それでチャレンジャー出て勝ったんですよね、本当に勝って予選2回すごくないですか。まあそれもまあファイナルタイブレイクの過去8なんで、はいはい、まあ運ですよね。いや運じゃないでしょ、絶対運じゃないでしょ。まあ今日実はですね、僕めちゃくちゃ調子いいんですよ。なんかその僕のコラボ動画とか見ているとあれなんですけど、いや急に団子で巻きたりとかするじゃないですか、はいはいはい、けど今日の俺はちょっと一味違うんで結構めんどくさいと思います、僕が今日。いやでも別に僕、はい、チャレンそのダブルスやってるからとかじゃない、はい、なんかそのチャレンジャー出てるとかじゃないですけど、はい、普通にファンとして、はい、お世辞抜きで強いなと思って見てるんで、はい、本当ですか。はい、だからもう白石の時、はい、4-6、ああそうですね、まあ惜しくも負けたじゃないですか。めっちゃ見てきましたもん。おおすげえな。いや今日は結構強い僕は、ま、いると思います。今日は倒させていただきます。あ、お願いします。倒していただいてお願いします。お願いします。何、どうしたの、調子良かった。なんか仕上がったんで。あ、そうなの。仕上がった。おずっと曲ってて、けどちょっと調子良くなってきた。あ、マジで、うん、ちゃんと練習の成果が最近出てきた。そうそうそう。おで今日ちょっと飲むあのサプリなんですけど、僕のスポンサーしてるバイト様の家、まあ、これいつも飲んでるんですけど、キウイ味、はい、めちゃくちゃ美味しいんで、あの練習中にすごいおすすめなんで飲んでみてください。はい、セイタ君がめっちゃ気遣ってくれて、よけてくれた。さっきあのセイタ君にもプレゼントしたんですよ。はい、はい、飲んでみてください、ぜひ。はい、こうやって水筒に入れて氷と飲んだら美味しいんですよ。はい、めっちゃ美味しい。なんかセイタ君思ってたイメージと違いましたね。ああ、僕喋ったことなかったんで、そのノア行った時に、うん、もうちょっとすごい静かな子なのかなと思ったんです。はい、すごいフランクな子。そうだね、硬いですね。はい、怖いっす。怖いっす。難しい。いや最初から怖いイメージあったんですよ、結構。あ、そうなんだ。そう、セイタ君のベストマッチが俺初めてっていうか、そのめっちゃ印象に残ってるのが斉藤隆プロの試合だ。あー、高校3年生の時の。そうですよね、ノアチャレンジ。そう、高3の時に斉藤隆プロとチャレンジャーでやって勝ってるんですよね。しかもめっちゃ激闘。あ、そうなんだ。それも多分タイブレファイナルタイブレカップ。そうですよね。すごっ。また運いいかも。なんか日頃の行いいかも。やばいやばい。じゃあ今日タイブレ入ったらやばいっすね。ここ日頃の行いすごくないマジで。ね、すごいね、斉藤プロに。はい、いや、すごくない。すごくない。ダブルスプレーやな。やばいっすね。よし、今日のでも俺はちょっと一味違うよ。はい、あ、そうなんだ、準備万端なんだよ。あ、待って、ごめん、こっちの方がいいわ。あ、もう一回ですか。すいません、もう一回お願いします。
ダメですよ。あ、全然、いや、全然段階でも。いや、分なんで。あ、ダメです。アップです。ちょっと、サムネのために移動したんで、ちょっと、せめて、マジで。いや、さすがに撮影したら、俺、すごく、うん、ね。あ、本当ですか。じゃあ、じゃあサブでお願いします。ちなみにクリタンどうぞ。撮ったんすか。やっぱ条件は平等にしないといけないな。もうやっぱバイタスだこれ何ミリ。あ、プロテイン、はい、これはプロテインなんで練習後とかね。プロテインなんで練習後っすね。うん、はい。みかんフレーバーしますか。あ、みかんうまそう。吉田より選手がサポートしていただいてるバイタスなんです。ありがとうございます。ちなみにこれ冷たいお水の方が美味しいんで、僕買ってきますよ、本当に。せっかくなんで美味しい、美味しいなら飲んで美味しいんで。ちょっと待って待っていいですか。よりかん。あ、みかん大丈夫です。じゃあ、こっちにどうでも冷たいので、冷たいので飲んだ方がいいです、EA は。あ、絶対にそれはね。この間ちょっと、ま、飲ましてもらったけど。注意点。そう、注意点は冷たいの。冷たいの全然違うでしょ、美味しいでしょ。冷たい方が全然美味しいわ。で、溶けやすいっていうのも売りなんで。はい。食レポ。美味しいっすね。まあこれでも確かにサプリっすもんね。はい、サプリ、サプリっす。これサプリっすもんね。サプリっす。サプリで美味しいの聞いたことないじゃん。確かに。おおえ、マジ普通にみかんジュース。普通にみかんジュース。これアンバイトさんもタオルです。とりあえず今日はなんかめっちゃスポンサー紹介してるけど、うん、普段ちょっと最近スポンサー紹介ちょっと控えてる。はい、はい、今日は許してください。今日はちょっと結構多めにしてます。テニスとは関係ないんですけど、小倉選手のチャンネルで、はいはい、あの吉田よりのチャンネル2位って言ったじゃないですか、はい、どうやったら1位になれるんですか。ちなみに1位誰なんですか。1位、あの海内田海津。ああ、そうでしたね、はい、どうやったら1位になるんですか。全日本出ないとダメなんじゃないですか。あ、全日本、なるほど。やっぱ結果がやっぱこ こう見ようっていう気にもなるじゃないですか、視聴者さんは。ああ、結果が出てきたら、まあ、あとちょっと、あとちょっと出れそうなんですけど。出れそうですね。まあ出れると信じて、まあ、はい、信じて。そしたら、おお。ナイスリターンっす。さすがっすね。賭けに当たりました。さっきフォアで見せてたんで、フォア来るからみたいな。なるほど。俺がイメージしたシチュエーションと全然違う。今2位違うやった。早いの。え、早い、速
早そうだね。マジ早い、タイミングが。やばい、ダブルス。俺今ダブルスにいるって感じ。ボールめっちゃ滑るだろうね、しかも。なんか怖い。やってて。プレッシャー感じるな、すげえ。めっちゃ前に前にっていう意識が。いや、マジそうだね。伝わってくる。ラリーしてくんないね。まあいいよ、でも俺スイングしてるから結構ちゃんと。うん。それテーマだから。はい。おお。すごいね、後ろから見ると全然違うわ。早いね、ついたくん。いけいけいけ。ああ、ちょっときつくなってきましたね。めっちゃ前来るな。うん、以前からずっとテンポ速いって感じだったんですか。でもより曰くなんかつなげてみたいな感じだったらしいですね、前は。まあ、昔の立ち位置は常にこんぐらいでした。はい。でも今年のそのクレー回り始めてから、クレーでも最初この位置やってたんですけど、はい、やっぱ本場のクレーコーターには勝てないなと思って、この辺、はい、ライン際でなるべくやって、浅いボール来たらクレーコートで前に行く選手ってなかなかいないじゃないですか。まあ、その不意をついて前に行きたいなっていうのが結構2大会目ぐらいでうまくいって、結構上の選手に勝ったりして、もうこれを行くしかない。あ、まあ、そう思ったら意外とこう浅いボールとか今まで見逃してたなみたいなのに気づいて、もうどん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 速くしよう。うん、世界出ると変わるんですね。コース甘くても、まあ俺が一番得意っていうなんか自負してるんで、もうどんどんいっちゃえ。ありがとうございます。すごいな。すごいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。やばい。やばかったね。まずセイタ君強すぎる。うん。間違いないですよ。じゃあ俺もちょっととりあえず日頃の行い変えた方がいいですかね。ゴミ拾った方がいい。これちょっと冗談さておき、マジで強い。ああ。ガチか。俺のあのオープニングの時戻したらやばいこと言ってるな俺。いや今日は結構強い僕はまいると思うんで。ちょっと今日は倒させていただきます。今日やばいっすよ俺。今日俺ガチ勝つ、勝ちますよって5分で言われましたもんそれ。怯えてました。いや俺マジで今日自信あったんだよな。ほんと仕上がってた今テニス、うん、ただセイタ君のテンポについていけないわ。はげえ、マジラリーしてくんないからなんかリズムがつかめない全く、うん、ちょっともう4ゲームやってもらっていいですか。ラストチャンスです。お願いします。どうかお願いします。負けちゃうかもしれないじゃん、こんななんか偉そうに語って。ここでちょっと僕名誉挽回、第2セットちょっと挽回させて。4ゲーム選手でいきますから、はい、お願いします。俺見てるやつが一番ずるいんだよ。いつも言って最後練習して。いやもうずるいのは分かってるんですけど、ちょっと本当にね、ここで終わりってなったらもう問題ですよ。
もう練習30分入るかって作戦作戦作戦はい、いやまずサーブ、それサーブやっぱ入ってない、入ってないから全部セカンドじゃん。ああもう前に入って全部叩かれてんじゃん、はい、もうそこからまず指導権がいつもと全然パターンが違うからさ、うん、みんな普通に返してくるところをさ、もうセイタ君ダブルスみたいなババババンって返してくるんだよ、うん、まあ、そこ全然テンポが違うからとりあえずサーブしっかり集中する。ああ、まずファーストサーブ本当にちゃんと精度よくいくっていう、はい、あとちょっとストロークの凡ミスなくす、ちょっとストロークで意味わかんない凡ミスもしてたから正直。ボンミスなくすと、はい、ナイスナイス。まあね、人生しつこく行くのが大事ってことっすよ。人生何？しつこく行くのが大事ってことっすよ。確かに1ゲーム取れたね、しっかり。まあ、ちょっとこれ本当に1ゲーム勝つよ、本当に、はい、これ勝ったら文句ないでしょ。文句ないっすね。惜しい惜しい。こういう点でやっていけない。ナイスナイス。いい展開。いい。ナイス。ちょっとさっきとゲームの展開。強い。強い。ありがとうございました。まあまあ2ゲームでしょ取ったの。まだその2ゲームはなんかね、やっぱスイタ君アンポセーラーしてるだけだから。ああ取ったって感じじゃないんだよ。だから最後競れなかったじゃん。自分が展開してたってわけじゃないからさ、まあ、はいはいはい、たまたま自分のサーブ良くてみたいな。やっぱりその最近めっちゃ良くなってきていて、うん、そのしっかりスイングしてるからチキン内で良くはなってきてんだけど、それをしっかり入れるようにやるみたいな。はい、
けど、セイタ君のボールスピードでそのやんないといけないわ、強く。そう強くっていうか、そのセイタ君のボールスピードでその展開ができるようにしないといけない。うん、まあ、シングルスも相当強いわ。チャレンジャー1回戦、いや本気で勝つ気で行ったんだけどな、今日。はいはいはい、そう、もし勝てると思ってたの今日。けど俺マジ試合で絶対いいプレーすると思う、これ、うん、本当に自信ある、それは。試合でいいプレーする。そうだね、うん、なんか俺全然負けたけど自信にまだ溢れてる、ちゃんと、はい、プレーが悪いわけじゃない。いや乾杯した、せいたくん。勘弁してくださいよ。運よく俺がちょっと入ったぐらいです。せいたくん、ぜひ何か宣伝するものありますか。せっかくチャンネル出演していただいたので、何か協力できることがあるか。まあ、僕あんま SNS とかやんないんですけど、いや、やるとはちょっと言えないんですけど無責任なことは言えないじゃないですか。たくさんの方が見てるからあんま得意じゃないですか。そうね、自分をこう写真撮ったりするのが得意じゃないから、はいはい、まあ、皆さんの目につくところまでとりあえず頑張って、はい、行くので。そうですね、まあネットとかインスタは更新するかわかんないですけど、更新したっていうのを楽しみに全然フォローしていただいても、まあ本当にもう応援していただけたらありがたいです。まあ、どんぐらいですかね。こんな。これ G ってなんですか。G っていうのはスポンサーとか。そうです。あ、そうなんですか。なんで G。去年からなんかスポンサーしていただいてるんですけど、福岡にある、はい、あの人命救助とか、はい、GPS とか。はい、なんかエアタグみたいなの、はい、あれのなんか災害版みたいな、はい、とかをやってる会社が福岡のオーセンティックジャパンさんとかそういう会社があって、それのなんか多分商品名か部署名のガーディアンっていうところの G、がなんかここがね、これ、うん、でもシンプルでいいね。めっちゃ聞かれます。聞かれますよね、これなんかめっちゃいいと思うわ、この G って。うん、俺も気になったもん、なんか謎感あっていいね。まああとは所属が橋本総業さんと、こっちはもうプロ1年目からお世話になってるネッツトヨタの方、だからまあトヨタの会社さんにお世話になってます。なんで車トヨタで買ってください、皆さん。じゃあ車トヨタってこと。車持ってないけど、まあ実家の家とかは全部トヨタです。あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとセイタプロ多分結構皆さんイメージと違ったと思うんで。まあでも試合会場とかいたら、ちょっと絶対違いますよね。愛想悪いかもしれない。そうっすよね、そうっすよねっていうか。多分集中してるんじゃない、試合前は。失礼じゃない。いや俺もね、あんまりこういうイメージなかったから。そう、友達とかと仲良くなったらこんな感じです。あ、そうですか。で、俺喋ったことなかったんで、ノア行った時、あの市川大成君とは喋ってたんですけど、せいたくんはあんま俺と喋りたくないんだろうなと思ったんだよ。喋りかけて、まあ、人見知りってのもあるから。だから俺のこと2位で好きって言ってくれた時さ、マジかと思ったんだよ。絶対嘘だろうと思ったんですけど。普通にファン。マジですか、本当ですか。ありがとうございます。いや、ケンシン君のファンでは。それ嬉しいです。ありがとうございます。なんでぜひ皆さん、渡辺せいたプロの注目よろしくお願いします。はい、はい、今日負けてしまったんですけど、またぜひ練習と。お願いします。もうしゃあなし。お願いします。ありがとうございました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 。はい、ありがとうございました。いや、すごい本当にめちゃくちゃ調子上がってて、すごい自信、本当にオープンでも言った通りあったんですけど、うん、全然自分がイメージしてた結果とちょっと違くて、はい、なんか悔しいっていうよりも、やっぱりそのプロはやっぱすげえなって感じ。いや、間違いない。甘くねえなって感じ、はい、なんかシンプルに。けどなんかそのプライベートとかで結構いろんな選手呼んで練習試合とかしてるんですけど、結構本当に互角にだったりとか、まあ、結構俺が勝ったりとか、すごいその調子はいいから、本当にテント自体は上がってるから、うん、まあ、次僕グリーンの試合なんですけど、賞金100万円の、まあ、そこでやっぱ大快進撃を起こさないと全日本選手権は出場もできないんで、今年だ。石井コーチと話したのはやっぱりその、まあ、今日セイタ君とやっても分かったじゃん、まあ、ちょっとセイタ君はちょっとレベル違うけど、ジョップの選手とまた、うんうん、やっぱりさ、もう甘いボール1個でも開けたらさ、もうすぐ仕掛けてくるんじゃん。もう終わりだね。もう終わりじゃん。で、俺がさ、1回その振られてさ、スライスとかもさ、厳しいスライスをこう打つんじゃなくてさ、入れに行ったスライスとかあったじゃん、ふわーんって。ああ、はいはい。
う一気にさ仕掛けてきてボレー来てみたいな感じじゃん、うん、でサーブもそうじゃん、ファーストサーブが全然入んなくてセカンドだけになってくるともう読まれてるから全部もう前に入ってターンターンターンでボレー、あーでサーブいいからもう俺全然ブレイクできなくてみたいな展開続くじゃないですか、はい、だからやっぱり石井コーチに言われたのはやっぱしっかり自分がリスクをやっぱ追っていく、リスクをやっぱしっかり振っていく、そこが俺の武器じゃん、そうだね、そのスイングスピードが速くていいショット打てるっていうのは、だからけど俺毎投の1回戦さ小西選手とやった時に1セット目俺めちゃくちゃチキってめっちゃちょりちょりだったの、うんうん、でそこで言われたの石井コーチに、そういうテニスしたら絶対もう上に行けないみたいな、はい、この試合は勝ったかもしれないけどそういうテニスだったら全然ダメみたいな、うん、とりあえずそういうテニスはダメみたいな、はい、だからもっと負けてもいいから、本当に石井コーチが言ってるの負けてもいいってけどやんないとやっぱ成長ないから、うん、ミスしてもいいから振っていかないとって、はい、で2回戦俺結構振っていったじゃん、そうだったね、で良くなっ、まあ、結構いいプレー、まあまあいいプレーだったけど、うん、でまあそれを続けて今、まあ、1週間半ぐらいちゃんとこうやってしっかり練習してもうすごい振ってさ、うん、まあ今日は本当にちょっとみんなにマジですごいプレー見したかったんですけど、吉田よりやべえみたいな、ちょっとあの吉田よりのさ吹きバージョンちょ見したかったんですけどまあちょっとそれは今日見せることはできなかったんですけど、まあ本番は試合なんで、はい、まあ今日はちょっと聖太君が強すぎたっていうことで、はい、はい、皆さんぜひ本番の試合100万円俺マジでここ諦めたんで、全日本選手権本当にここ大快進撃起こしてちょっと夢見せるんでマジで、はい、はい、やっちゃってください。なんで皆さんこれからも応援お願いします。お願いします。ということで、本日僕が紹介したプロテインのあのマンゴー味、あの EA だとキウイ味だけど、まあ、EA は練習中です。あのやっぱりこう何も栄養とってなくてさ練習中、うん、ずっとこう運動してると筋肉が分解されるの。はいはいはい。だ分解されないためにせっかく筋トレしてるのに分解されたら申し訳あのもったいないじゃん。もったいないね。だからそのために EA って飲むの。はい。でこのプロテインもそう。練習終わってあの体を干してるわけよ、栄養、うん、タンパク質を干してるわけよ、うん、そこでしっかり栄養を取らないとまたせっかくつけた筋肉が落ちちゃうから、うん、その時そのためにプロテインを飲むわけよ、うん、栄養を取るわけよしっかり。だからこれを飲んでてもう全くデメリットはないです、はい、シンプルに。なのであのぜひ皆さん飲んでみてください。でプロテインに関しては味はそのマンゴー味がすごい僕は今結構ハマってるんですけど、あのブルーベリー味もめちゃくちゃ美味しいです。結構 レベルが違うぐらい美味しいですけどレベルが違うっていうことであのもう在庫切れなんですよ常にね、みたいだね。もう人気すぎてみんな買いすぎて、うん、だからブルーベリーがもしなかったらあのマンゴー味買ってください、はい、でマンゴー味も結構人気なんでその時なくなってたらまずキウイ買ってください。僕はこの3種類をしてるんでぜひ皆さん飲んでみてください。他にもスポンサー様めちゃくちゃサポートしてくれるスポンサー様たくさんいるのでぜひ概要欄からチェックよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。